場所くん、ゴールドトレード研究所所長の霊夢大先生だ。本日は、この議題、スワップ狙いの投資ってどうなの？これです。おお、スワップ狙い、何度かやったことがあるんだぜ。うむ。初心者さんは必ず通るこの道、もちろん私も経験済みだ。もうね、視聴者さんがやったことは大体私もやってますから。大体あれでしょ。でも口座作って、両立てポジションを入れまくって、スプレッドだけで口座資金を全損させる遊びとかやってたでしょ。そんな遊び誰もせんわ。おいおいマジか。誰もが通る道じゃないのか。それなら、ドル円のロング、ユーロドルのロング、ユーロ円のショートの3つのポジションを持って、値動きがほぼ一緒になるから、ずっと保有し続けられる遊びは、遊び方が高度すぎるんよ。あ、世間はそういう反応ね。じゃあ改めまして、今回は、今の私が、スワップ狙いの投資に対してどう思うのか、それを解説していくための動画だ。自分なりにスワポ投資に信念を持っている人も今日の動画で新しい気づきを手に入れることができるはずだ。それじゃあ早速行ってみよう。よろしくお願いいたします。さて、早速だが結論から述べてしまおう。スワップ狙いの投資は、絶対におすすめしない。ええ、結構巷ではスワップ狙いの投資がガンガンおすすめされていた気がするけど。ああ、あれか。南アフリカとか、トルコリラとか、三軒茶屋とか。そこ金利差あるの？私がスワップ狙いの投資をおすすめしない理由は3つある。まず1つ目、スワップ狙いの投資はコスパが悪いだ。ええ、そうなのか。スワップポイントは毎日確実に溜まっていくから、安定した収益を実現できると思ったけど。安定した収益？スワップポイントの代表的な通貨ペアはユーロトルコリラのショートだが、最近の相場を知ってるか。こんな感じだぞ。ひえ？スワップポイントを稼ぐ量よりもショートの玉が持つ含み分の方が大きかったら、トータルではマイナスだ。それに、スワップポイントは溜まるのにどうしても時間がかかる。だからコスパというよりもタイムパフォーマンスが悪いと言った方がいいかもな。スワップポイントが大きく設定されているのは、メキシコペソやトルコリラなどの新興国通貨でどうしても、地政学的リスクにさらされると、一方向に動いていきやすい。スワップポイントが高く設定されるということはそれだけリスクも大きいということの裏返しというわけだな。ふむふむ。わかっていたようなわかっていなかったような曖昧な事柄が明確になった気がするんだぜ。うむ。それでは私がスワップ狙い投資をおすすめしない理由2つ目、費用対効果の低い投資だから、だな。費用対効果、コスパと同じ意味なのでは。確かに、確かにじゃねえよ。まあ先ほどはタイムパフォーマンス的な意味でのコスパ、今回は少し趣旨が違う。費用対効果っていうのは、投資した金額に対して返ってくる見込みの金額のことだな。費用対効果の高い投資商品の場合、100万円投資して2000万円返ってくるが、費用対効果の低い商品の場合、100万円で80万円しか返ってこないこともある。さて、スワップ狙いの投資が費用対効果の低い投資である理由についてだが、単純にスワップポイントってめっちゃ小さいのよ。今最もスワップポイントが高く設定されているトルコリラ円の場合、10万通貨、つまり1ロット持った時に、ようやく400円のスワップポイントが手に入る。10万通貨貼って、400円って、レバレッジ1000倍に設定していれば1ロット貼るのにだいたい1万円必要。1万円が400円になって毎日返ってくるわけだ。それも通常の為替リスクを追いながら、スワップポイントだけで生活しようとしたら、最低でも毎日のスワップポイントが8000円、つまりは20ロット貼っていないと、生活していくのは難しいだろう。20ロットというと1円動くだけで損益が200万円変動するロットだ。安全に運用しようとしたら、1000万円くらいは口座に入れておく必要があるな。スワップポイントのためだけにそれだけ貼るのは正直ナンセンスです。あれ、さっきのタイムパフォーマンスの部分では、スワップは貯まるのに時間がかかるって言っていたが、それってつまり、証拠金に対して十分な金額のスワップを得るのに、時間がかかるっていう意味で、今回のコスパの部分でも、同じようなことを言っていたから、今の説明同じなのでは。確かに、確かにじゃねえよ。というか同じくだりあるなよ。それではスワップポイント狙いの投資をおすすめしない理由3つ目。そもそも FX とスワップポイント狙いの投資は相性が悪いから、むむむ、いよいよわからなくなってきたんだぜ。説明しよう。FX の魅力って当然のことながら、レバレッジを効かせた取引ができるところだ。
それなのにスワップポイント狙いの投資では買ったら、もしくは売ったら放置。それじゃあ FX やる意味なくね。それするなら普通に外貨預金すればいいじゃん。って話だ。え、でも外貨預金だと金利差で得られる金額も小さくね。確かに、本当に考えて発言してますか。いや失礼。FX はレバレッジを効かせたダイナミックな収支を実現させることに魅力がある。それなのにそこでスワップ投資なんてしてたら、意味なくね。っていうことが言いたかったんだ。それなら確かに納得だな。ここまでは私がスワップポイント投資をおすすめしない理由を話してきたが、ここからは私が思うことを述べていく。もし、この動画を見てスワップポイントの投資から始めようかな。って思っている人がいたら、どうかやめてくれ。スワップポイント狙いの投資ってなぜか、初心者向け、みたいに書かれること多くないか。FX って9割が負ける世界、私は思うんだ。初心者向けに書かれている記事や手法の内容は、FX で負けるかもを増やすために、嘘の情報を流しているのではないだろうか、とね。それくらい私はスワップポイント狙いの投資には否定派だ。FX の魅力は定額から始められるレバレッジの高さ。それを使った高速での取引による高い収益性。それをなくしてしまったら FX をやる意味なんてこれっぽっちもないんだよな。だからいいか、もう一度確認だ。スワップポイント狙いの投資は FX でやる必要があるのか、還元に踊らされてねえか。それだけを最後に確認して、この動画を締めくくりたいと思う。みんなの FX ライフがハッピーなものになることを願っているぞい。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー。チャンネル登録よろしくね、サラダバー。